帰りなさいませ、主様。私からのプレゼントです。明日はこちらをご用意してお待ちしてますね。買い物するところが見えたんだけど、君、その傷薬1個に5000ルピぐらい出してなかった？
り出し物？ちょっと見せてもらってもいいかしら。はあ、やっぱりこれ最も低級に近いクラスの品物よ。普通なら3個で200ルピがいいところじゃないかしら。はっきり言うと君ぼったくられてるわよ。ショックよね。道具屋から出てきた時の君すごく嬉しそうだったもの。あんまり得意じゃないんだけど、頑張ってみるか。ん？何を考えてるかって？それはついてくればわかるわよ。大丈夫、お姉さんに任せて。へい、いらっしゃい。綺麗なお姉さん、今日は何をお探しで？そうね、傷薬はあるかしら？な、お姉さん運がいい。今日はとっておきの掘り出し物が入荷してあるよ。へえ、掘り出し物。それってこの子に売った低級品のことかしら？小僧、さっきの。あなたがこの子に不当な値段で傷薬を売りつけたことは明らかです。まだ年端もいかない冒険者を騙して安物を高く売りつけるようなアコギな商売、この町でやめていただけますか？女子供が生きがりやがって。何ですって？何が悪いんだよ。この魔物のあふれる弱肉強食の世界でよ、弱い奴から金むしり取ることがよ。この子はあなたを信じてお金を払ったんです。そのことに両親は痛まないと。痛まないね。バカみたいに素直に言うこと聞きやがって。どう考えても騙されたそいつが悪いだろうが。そうですか、わかりました。あ、わかったって何が？ランドセル商法第19条、城下町で商店を営まんとする者は冒険者から不当な商売で利益を得てはならない。もしくはランドソル工法第24条、商品を売買するすべての商店は種族、職業などで差別をすることなく商品の価格を同一としなくてはならない。このあたりにもかかってくるかしら。それはなんなら出るところに出てもいいですよ。私ランドソルの経済周りの法律暗記してますから、きっちり最後まで戦いましょうか。すいませんでした。どうかこのことはご内密に。先ほどの暴言はこの通り謝罪しますので。この子に売った薬の代金は？もちろん全額お返しします。ですからご理解いただけたようで何よりです。これからは冒険者に優しい清き商売をお願いしますね。はい、返してもらった代金。まったく、ちょっとぐらい色をつけてくれてもいいと思わない？そんな、お礼なんていいのよ。私はゆかり、メルクリウス財団っていうギルドで経
経理みたいなことをやってるからお金回りのことは得意なの。君はあまり見ない顔だけど、この辺に最近来た子？そう、そういう名前なんだ。素直で可愛い子ね。悪い大人には気をつけなきゃダメだぞ。じゃあまた会うこともあるかもね。またね。
怒りのご加護。あんたとね、あんたの出番はないわよ。クリムバースト。魔法ちゃんと、もっともっともっと。いたぶってください。やります。やっ。肩が凝りました。ハリキッド。こま切れですよ。プリンセスストライク。好きだらけ。私はどんな罰でもお受けいたします。これまでのイベントで登場した限定キャラを仲間にできたり、メモリーピースが手に入るみたいですよ。やばい。これでとどめよ。
フラッシュライブ一気に行こうよ。開けてびっくりドッカーン。やっ褒めてやるな。かわいさ全開メロメロになあれ。その調子よ。それに必要なアイテムが獲得できるクエストです。